日本キリスト教団西東京教会神室礼拝。今日の聖書の箇所はローマの信徒への手紙第11章11節から24節まで。黙祷を持って礼拝を始めます。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び舞い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神である。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入る。感謝を捧げ、皆を讃える。主は恵み深く慈しみを残しよ。主の真実は世々に及ぶ。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、こうしてあなたを礼拝することができます恵みを感謝いたします。私どもの自然の姿で言うならば、あなたの礼拝にふさわしくなく、あなたの御言葉を聞こうとせず、あなたを礼拝しようとしないものです。いつでも自分に固執し、自分を誇ろうといたします。誇ることができない自分を見ると、それに苛立ち、周りの人を貶めたり、自分さえ痛めつけるようなところがあります。しかし、ただあなたが主イエスキリストにあって示してくださった恵みによって、自分があなたのために、あなたの子とされていることを信じます。だからこそ、今初めて私どもはこの礼拝に集うものとされているのです。あなたが御霊を持ってこの礼拝を支えてくださり、あなたの言葉を聞き信じる私どもとしてください。そして心からあなたに感謝し礼拝する私どもとしてください。ここに集うことができていない一人一人のことも覚え、あなたの御手に委ねます。あなたがすべてのものを御手のうちに捉え、あなたの約束の地を歩ませてくださることを信じます。礼拝を捧げているのはこの教会だけではありません。大きく豊かな教会もあります。しかし、何度も何度も災害によって打ち叩かれ、礼拝をする場所の不安の中で礼拝を捧げている教会があります。世界に目を向ければ、戦いの中で主の日を迎えている教会もあります。闇が色濃く見えるその中で、なおあなたの光を見ることができますように。そしてすべての教会があなたの御国へと共に歩むことができますように。教会がまず悔い改めを持ってあなたの身元に立ち返ることができますように。私どもの大切に思うこの国を、あなたが憐れみを持って導いてください。選挙が行われます。この国に仕える者たちを正しく選ぶことができますように。どうか仕える国として、この国がこの時代を歩むことができますように。
今は教会の外にいるすべての人々にあなたの語りかけが届きますように、そのために私の教会が祈り続けるものであることができますように。礼拝のすべてをあなたに委ね、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を読みます。聖書はローマの信徒の手紙第11章11節から24節まで、新約聖書新教約聖書で290ページです。新約聖書290ページ、ローマの信徒の手紙第11章11節から24節まで。では尋ねよう、ユダヤ人がつまずいたとは倒れてしまったということなのか。決してそうではない。かえって彼らの罪によって異邦人に救いがもたらされる結果になりましたが、それは彼らに妬みを起こさせるためだ。彼らの罪が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのであれば、まして彼らが皆救いに預かるとすれば、どんなにか素晴らしいことでしょう。ではあなた方異邦人に言います。私は異邦人のための使徒であるので、自分の務めを光栄に思います。何とかして自分の同胞に妬みを起こさせ、その幾人かでも救いたいのです。もし彼らを捨てられることが世界の和解となるならば、彼らが受け入れられることは死者の中からの命でなくて何でしょう。麦の発酵が聖なるものであれば、根以子全体もそうであり、根が聖なるものであれば枝もそうです。しかしある枝が折り取られ、野生のオリーブであるあなたが、その代わりに接ぎ木され、根から豊かな養分を受けるようになったからといって、折り取られた枝に対して誇ってはなりません。誇ったところで、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。するとあなたは、枝が折り取られたのは、私が接ぎ木されるためだったと言うでしょう。その通りです。ユダヤ人は不信仰のために折り取られましたが、あなたは信仰によって立っています。思い上がってはなりません。むしろ恐れなさい。神は自然に生えた枝を容赦されなかったとすれば、おそらくあなたも容赦されないでしょう。だから神の慈しみと厳しさを考えなさい。倒れた者たちに対しては厳しさがあり、神の慈しみにとどまる限り、あなたに対しては慈しみがあるのです。もしとどまらないなら、あなたも切り取られるでしょう。彼らが不信仰にとどまらないならば、接ぎ木されるでしょう。神は彼らを再び接ぎ木することがおできになるのです。もしあなたがもともと野生であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されているオリーブの木に接ぎ木されたとすれば、まして元からこのオリーブの木についていた枝は、どれほどたやすく元の木に接ぎ木されることでしょう。子供たちへの説教です。小学生の時に、私が通っていた小学校の裏庭には山がありました。山にたくさんの木が生えていましたが、授業でその木の音を聞きに行くという授業がありました。聴診器というお医者さんがみんなの胸に当てて音を聞いたりする、その道具を持って山に行って、木に当てて、どんな音が聞こえるかみんな聞いてください。で、木に当てると、トッ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 、音がする。
何の音でしょう。それは木が根っこから水や養分を吸い上げている、そういう音、木の中をそれが通っている音、それが聞こえるんです。木なんてシーンとしていて何も音がしないと思っていたのに、あ、木って中で音がしてる、すごくびっくりしたことを思います。木は根っこからずっと水や養分を吸い上げないと枯れてしまいます。実は私たちもそうなんです。え、自分に根っこなんてない、自分には足しかない、私たちの命のことは神様です。神様につながっていると、神様から命が注がれて、私たちは神様の子供として生きていくことができます。そして神様はその命をイエス様を通して私たちに届けてくださいます。ですから私たちはイエス様に根を下ろして、もしかするとイエス様が私たちの根っこになってくださって、私たちに神様の命を届けてください。木は自分でふーっていうふうに水や栄養を吸い上げてるんでしょう。そこはよくわかんないです。でも根を下ろしていると、ちゃんとその養分が木に行き渡っていく。それと同じように私たちはいつでもイエス様に、神様につながれていて、イエス様から神様から神様の子供としての命を与える。だから私たちは神様の子供として生き生きと生きていくことができます。そのようにして私たちの命を支えていてくださる神様、イエス様に感謝したいと思います。お祈りをします。父なる神様、神様がいつも私たちをイエス様に結びつけていてくださって、神様の命を与えていてくださることを感謝します。ずっとイエス様に根を下ろしてとどまっていることができますように。このお祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ローマの信徒の手紙の11章11節から24節に耳を傾ける2回目の礼拝となります。この手紙を書いたパウロという人は、自分もその一人であったユダヤ人イスラエルに、神様がどのような救いの計画を持っておられるか、あるいはもっと言うと、どれほど神様がユダヤ人イスラエルを愛し続けてくださって、このユダヤ人イスラエルをご自分の身元に取り戻そうと心を砕いていてくださるか、熱い思いを持ち続けていてくださるか、そのことを語ってまいりました。一方でもともと神のためであったユダヤ人は、神様が救いの道として届けてくださった主イエスキリストを拒んでしまった。そのために神様が差し出していてくださる恵みが全ての異邦人に届けられる、全ての異邦人に与えられる、そのような恵みの時が与えられた、そのことを告げています。しかしそのように語りながらパウロは言うんです。17節で、しかしある枝が折り取られ、野生のオリーブであるあなたがその代わりに接ぎ木され、根から豊かな養分を受けるようになったからといって、折り取られた枝に対して誇ってはなりません。今はそれまで異邦人というふうに蔑まれていたその人々が神様の恵みを受けるものとされた。それは一本のオリーブの木、
神様に選ばれ、神様の救いの恵みの中で育つことが許されていると信じられていたユダヤ人が折り取られ捨てられた。そしてその木に新しい、それまでは育てられていなかった、勝手に育って関係なかった野生の枝が接ぎ木される。それが異邦人に与えられた恵みだ、そうパウロは言うのです。そして異邦人の教会に向かって、だからと言ってあのユダヤ人たちはもう古い神の民として折り取られ捨てられたと言って高ぶって誇ってはならない、そういうんです。18節の後半から、誇ったところであなたが根を支えているのではなく根があなたを支えているのです、するとあなたは枝が折り取られたのは私が接ぎ木するためだったというでしょう。この根というのは、ある人はこの根こそ旧約の民であるイスラエル、ユダヤ人である、そういうふうに解説をするんですが、しかしここでは折り取られた枝がユダヤ人ですから、根というのはそれと少し違うんだろうと思います。むしろ根というのは生きた神様、生ける主イエスキリストの父なる神様、神様が根です、ね、そこから命が来るんです、恵みが来るんです。その生きた神様こそがあなた方を支えている。これまで何回かの礼拝で繰り返し、ある一人の神学者がここでは教会が味わうのは、にもかかわらず生ける神様から恵みを与えられている、そのことだということを語ってまいりました。ユダヤ人は、私たちはユダヤ人だから神様の恵みを受けることができる、私たちは異邦人のようではない、だから神様のためなんだ、そう考えてきたけれども、いつまにかそのことによって生ける神様から離れてしまう、生ける神様から命を吸い上げるんじゃなくて、自分の中で自分の誇りや命を見るようになる。だからこそ根とつながらなくなってしまって折られた枝となってしまう。19節で、するとあなた方の枝が折り取られたのは私が接ぎ木するためだったというでしょう。そうだ、自分たちこそ神のためだと誇っていたユダヤ人たちが折り取られた、それはそれまで私には恵みは届かないと思っていたあなた方が接ぎ木されるためだ、あなた方が生ける神の恵みを吸い上げるためとされるためだ、その通りだ。20節で、その通りです、ユダヤ人の不信仰のために折り取られましたが、あなた方は信仰によって立っています、思い上がってはなりません、むしろ恐れなさい。神は自然に生えた枝を容赦されなかったとすれば、おそらくあなたを容赦されないでしょう。だから神の美しみと厳しさを考えなさい。倒れた者たちに対しては厳しさがあり、神の美しみにとどまる限り、あなたに対しては美しみがあるのです。もしとどまらないなら、あなたも切り取られるでしょう。教会に向かって語られる言葉です。思い上がってはならない。むしろ恐れなさい。私の教会もまた、
私たちは新しい神様の民だ。ユダヤ人は捨てられた。今は教会が選ばれた神の民だ。だから私たちは神様の恵みを受けることができる。そう思い当たってはならない。神様は大事に神の民として支えてこられたユダヤ人という枝を容赦なく切り取った、折り取ったとするならば、今の教会だって折り取ることがおできになる。どういう時に折り取られるのか何度も申します。教会がいつの間にか自分を誇るようになり、私たちはこういう神のためだ、だから神様に恵みを受けることができる、そのように考え始める時に、私のは生ける神様から離れようとする、生ける神様から恵みを吸い上げようとすることをやめてしまう。その時にその枝は折り取られるんだ。その厳しさを考えなさい。ここでパウロが言うのはとどまるということです。頑張って頑張って神様の恵みに到達するんじゃない、私のが力をつけて、信仰の力をつけて、教会としての力を蓄えて、神様の恵みをいただけるように成長するのでもないんです。そうではなくて、生きた神様が与えてくださる恵み。私たちがどうしようもない存在であるにもかかわらず、生きた神様が他のルートではない、主イエスキリストの十字架と復活という道を通して差し出してくださる、与えていてくださる恵み、その中にとどまる、そこにとどまる、そのことだけが告げられているんです。22節で神の慈しみにとどまる限り、あなたに対しての慈しみがある。もしとどまらないなら、あなたも切り取られる。そしてユダヤ人について言うんです。彼らも不信仰にとどまらないならば接ぎ木されるでしょう。神は彼らを再び接ぎ木することがおできになるのです。主イエスキリストを拒み、自分の救いの理解の中にとどまったユダヤ人、それは不信仰だよ。生きた神様の前に悔い改めなければいけない。しかし、もし不信仰にとどまらない、私は私たちの固くなさにとどまりたくないんです。あなたの恵みがなければこの固くなさから出ることができません。私たちは生ける神様の恵みを知ることができません。でもそこにとどまりたくないんです。不信仰にとどまらないならば、そのユダヤ人、その神の民のうめきの声を聞いて、神様がもう一度ご自身の命へと接ぎ木してくださることがおできになる。そして言うんです。24節で、もしあなたがもともと野生であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されているオリーブの木に接ぎ木されたとすれば、まして元からこのオリーブの木についていた枝はどれほどたやすく元の木に接ぎ木されることでしょう。私たち異邦人教会、もともとは神の民ではなかった、神の恵みを知らなかった、そのような私たち、そのようなあなた方が神の恵みへと接ぎ木されることができたとするならば、もともとそれこそ旧約の最初から神に選ばれ、ずっと神様の御手の中に触れながら歩んできたユダヤ人が、もう一度この神様の生きた恵みへと接ぎ木されるということがあれば、どれほどたやすく
元の幹に、元の根っこにつながることができるのだろうか。パウロはそう言うんです。私もは安心だとは言っていられないんです。何度でも私どもも固くなになる、私どもも傲慢になる。生きた神様の恵みに耳を傾けるというのはしんどいことなんですね。自分の頭で分かる範囲で神様の救いはこうだって考えた方が楽なんです。そして神様の恵みはこうだから、もう自分には確かに恵みが与えられている、ああ安心だと思った方が楽なんです。そうじゃなくて、今生きておられる神様は私の頭や私の知恵、私の言葉を超えた恵みを与えていてくださる。その恵みを私は今どう聞いたらいいんだろうかなんて耳を澄ますとしんどいんです。しかもそこで耳を傾けると、私もは自分の罪や死を見ざるを得ないんです。ある人が、私は礼拝のたびに死ぬんだ、自分の死を見るんだって言って言うんです。礼拝に来る、そして神様の御前にひざまずこうとする。そうすると自分の死を思わずに折れない。一方で誠に正しい全能の神様の前に進みで、そのことを考えても、この自分がこのままで神様の前に進みでならば裁かれて死ぬしかないんじゃないか、そういう意味でも死を考えます、感じます。しかしそれと同時に、神様の前に進めるということを思うと、生きた神様が恵みを差し出そうとしていてください。そのすごく大きな不思議な出来事がここで神様によって与えられようとするのに、いろんな形でその恵みを拒もうとする自分がいる。命を注ごうとしている神様にシャットアウトして拒もうとする自分がいる。そこでは命が届かないで死んでいる自分の姿、どうしても神様の命をそのままに受け取れない死んだ自分の姿ということを感じずに折れないところがあります。しかしそれにもかかわらず、神様は主イエスキリストにあって私たちの命を注ぎ続けてくださるんですね。今日少し飛ばしていた15節にこう書かれています。もし彼らの捨てられることが世界の和解となるならば、彼らが受け入れられることは死者の中からの命でなくて何でしょう。そういうんです。私は礼拝で味わうものもそうだと思う。私たちは罪人として神様から捨てられるしかない存在なんだ。でもそれにもかかわらず、主イエスキリストの十字架と復活にあって私たちが受け入れられる、それは死者の中からの復活じゃなくて何なのか。私たちは私たちだけでは死んでいた、死んでいる。でも神様がそれにもかかわらず、主イエスキリストと私たちを結びつけてくださり、私たちを神様の民としてくださる。そして私たちは自分たちの罪にもかかわらず、その恵みにとどまるものとされる。そこに起こることは死者からの復活なんだ。私もは礼拝の旅ごとに死者からの復活の恵みに預かるものとされている。私も日曜日に礼拝を捧げます。主が復活した日です。そして私もまた復活の恵みに今預かるものとされているのです。その恵みに教会としてとどまり続ける私もでありたいと願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、
私もは恐れることを忘れるのかもしれません。神様の恵みをいつの間にか自分たちの手の中に収められるような小さな恵みにしてしまいます。礼拝を捧げていても、自分が裁かれること、自分が死ぬこと、自分が死んでいることから目をそらします。そしてあなたの恵みに圧倒されることを忘れます。しかし私もは繰り返し繰り返し、死んだ者として主にあって命を取り戻していただいています。この恵みに生きることができますように。あなたが接ぎ木してくださったその恵みのうちに生きる教会としてください。あなたの驚くべき御業に感謝し、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。献金を捧げましょう。皆さんにご起立いただきまして、主の祈りをご一緒に祈ります。それでは主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与え、我らに罪を犯すのを我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪意に救い出したまえ、国と力を栄えるのは限りなく成し地のものならばなり。アーメン。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。